皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんのやっていきたいと思います。今日は2年生常用漢字の曜日の曜ですね、説明をしていきます。まず中心を見てもらうと、ちょっと右の字が、左の方に、中心から左にちょっと食い込んでますね。だいぶ大きいので、この皮片をスリムに左の方に書いてくださいね。では1画目から一度押さえてまっすぐ、もしくはちょっと左の方に斜めになってます。でふっくら右上がりでまっすぐで、舌をはみ出したいので左よりちょっと長くしてください。で幅を揃えるようにふっくら右上がり でここはちょっときつめの右上がり、まあ、これも好みなので同じように通常の日のように書いてもらってもいいと思います。でこの日のより高い位置ですかね、ふっくら、まあこれまっすぐでもどちらでもいいです。ふっくら書いてまっすぐで、ここの幅を揃えるようにですかね、右上がりで、全部右上がりですね。右上がり、はい、幅を揃えて配置してください。いいですかね。どれぐらいの位置に終わらしておくといいかなと。この下の字がだいぶ大きいので、上の方にこのカタカナのヨみたいな字を書いてください。で下ちょっとはみ出すとかっこよくなるかなと思います。でもはみ出しすぎると、ここ最初のこの字が書きづらいので、ちょこっとにしといてください。でこのヨの真ん中あたりから一度押さえてのの字、これはできるだけ、通常より少し寝かした方がいいかなと思います。のの字でここ一度押さえてシューッとまっすぐで、ここはみ出したいので長めに書いておいてください。ここですね、一度押さえて、で次ここの横線なんですけど、いいですかね、ここの角から書きたいんですけど、少し下ろしてください。この縦線まで下ろして右上がりですね。でここまっすぐで、ここの上の長さより少し控えめにするといいかなと思います。まあ揃っちゃったら揃っちゃっていいですけど、少し控えめですかね。で下はだいぶ長めですね。ですかね。で幅を揃えて、でここ全部右上がりですね。下は一番下はふっくら右上がりですね。ですかね。幅を揃えて、はみ出すところをしっかりはみ出すという感じですね。では書いてみます。中央に細く書きます。一度押さえてまっすぐ、もしくは左の方に少し斜め、ふっくら右上がりで、はみ出すために左より少し長めにしといてください。で幅を揃えるように書きます。でこの日よりも頭高い位置に、カタカナのようですね、まっすぐ幅を揃えて、幅を揃えてちょこっとはみ出す、ふっくら右上がり、まっすぐ幅を揃えて右上がり、ちょこっとはみ出す。でこの中心あたりから世の真ん中ですね、で一度押さえてまっすぐ、はみ出すために長めにですね、で一度押さえて、でこの直線から入ってください。角ではなく少し降りたところから幅を揃えて、一度押さえて幅を揃えて、ちょっと控えめ右上がりですね。で最後は長いふっくら右上がりですね。ではもう一度押さえてまっすぐ、もしくは少し斜め、中央あたりにかけますね、スリムに、ふっくら右上がりまっすぐで、はみ出すためにちょっと長めで、幅を揃えてふっくら右上がりで、ここはちょっときつめの右上がりですね。でここの頭より高い位置にカタカナのヨを書いていきます。ふっくら右上がりまっすぐ、幅を揃えて右上がり、幅を揃えてちょっとはみ出す、ふっくら右上がりまっすぐ、幅を揃えて、幅を揃えてちょっとはみ出す。でこのヨとヨの真ん中ぐらいですね、間くらいに一度押さえてのの字で、一度押さえてまっすぐですね。で一度押さえてピッと
で、ここの角じゃなくて縦線のところですね。で、右上がりで、一度押さえてまっすぐで、幅を揃えて右上がり、右上がり、ふっくら右上がりですね。長くこんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。